漏れそう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 だ。ギリギリ間に合った。とんでもないで開運値が出ちゃったよ。これを流していこう。詰まらせちゃった。どうしようどうしようどうしよう。焦っちゃう焦っちゃう焦っちゃう。こんな時はネットで検索。トイレ直してくれる業者を呼ぼう。これは完全にトイレが詰まってます。それでは見積もりを取っていきます。こちらの修理代は100万円になります。100万円そんなの頼めるか。だったらキャンセル料1万だ。高キャンセルするだけで高。このぼったくり野郎。ぼったくりするやつ生きてる意味なしゴミ以下ぽい。どうしよう、これじゃ直せない。お困りですね。ああ、うんちが出てきた。やべえなこいつ。どうやら詰まりを直したい。そうなんだけど、どうしたらいいのか。じゃあ借りてる家ならまずは管理会社や大家さんに電話。自分の家なら火災保険などに連絡だ。なる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 ほど。他には市役所に連絡するのもいいよ。それでもダメだったら業者しかないけど、業者には気をつけて。ネットで評価の高いところに連絡したんだけどな。評価は自分たちでもできるからね。あと料金表にも注意だよ。しっかりサイトを見ていいところを選ぶか。お待たせしました。それでは見積もり見させていただきます。こちら5000円になります。またぼったくりか。まともな値段だと思うけどね。ぼったくりゴミ一家ぽーい。もう力づくで流してやる。皆さんさよなら。みんなはトイレのトラブルに気をつけよう。あと鍵のトラブルもぼったくったりしてくるから気をつけよう。というか腕抜けなくなっちゃった。チャンネル登録よろしくお願いします。